ごきげんよう。中3英語ですね。で、原形不定詞というのに前回入りまして、まあ今日が第2回目ということでございました。で、前回は、レッドなんていうのを紹介しましたですね。はい、まあどんなんだったか早速ちょっと見ていってみましょうね。それっていうとですよ、はい、原形不定詞っていうのはまずどんなものだったっけかなっていうと、はい、不定詞っていうと、はい、to プラス動詞の原形、to に動詞の原形ときまして不定詞なんですよ。ところが、原形不定詞っていうのはその to がないんですね。to がない、だから見た目動詞の原形、まさにね、なものが原形不定詞ということであったわけなんだね。はい、で、それがね、5分形のスタイルの中で、例えば、はい、SVOC という5分形がありましたよね、第5分形。S、主語ね。はい、そして V、動詞、バーブですね。で、オブジェクト、目的語、ね。そして、コンプリメントということで、保護ということでね、SVOC と続く、この第5分形のこの C、保護の部分に、そのまさに、to のなり不定詞、原形不定詞なんていうのが使われてきてということだね。で、あとは細かくはね、その使役動詞とか、近く動詞とか、そんなような言葉も出てくるんだけれども、まあ、まずは、まあ、こう来たらこう取ってみようかっていうような感じでね、紹介してたわけですよ。そこで、let AB という形、ね、動詞、主語が来て、動詞 let。そして、目的語 A に当たる言葉、目的語。ね、そして、保護に当たる B という言葉が来て、はい、A が B することを許すとか、または A に B させてやるとか、ね、そんなような意味で取っていくんだということだったんだな。これ復習ね。はい、ですので、my father、ね、はい、私の父はということで、主語。はい、let ね、来ました。で、A に当たる、つまり目的語、はい、me ですね。で、そして B に当たる保護の部分が、まあ、go to というようなところ。で、やはり、はい、ここで動詞がね、というか、原形不定詞が使われているということでした。はい、ですので、じゃあ、どんな意味？はい、私の父は？はい、私が、A が、はい、B すること、何すること？はい、go to the concert。ね、コンサートに行くこと。はい、コンサートに行くことを、はい、許す。はい、覚えてました？ let って、過去形にしても let なんですよ。で、形が変わらない。はい、ですので、ここは実は過去形の let だったんだね。主語が三人称単数なんです。だから、もしここね、現在形だったとすると、三単現の S が必要になるんだわな。S がない。はい、ってことは、こいつはそうなんだ。過去で取ってみようということなんだね。はい、ですから、私の父は、私がそのコンサートに行くことを許したということで、過去で取っていこうぜっていうことだったんですね、ということでした。そして、今日はメイクなんていうのを使った、ね、こんなものね、やはりこれも使役動詞ということでね、メイク、まあ、させるなんていう意味であるわけなんだけれども、はい、じゃあ、例えばまたこのメイク AB なんていうふうに来た時に、さあ、どう取ろうかということなんだね。はい、A に B させる、または A を B させるね、なんていうような感じで、はい、まずその目的語に、目的語を、はい、B 保護の部分ですね、原形不定詞ですね、させるというふうな意味で取っていけばいいんだ。はい、じゃあ行きましょう。My mother、ね、私の母ちゃん、主語。はい、そしてここでメイルということで、過去形で、メイクが入ってきましたね。はい、そして A に当たる目的語、me。はい、AB に当たる保護の部分で、はい、原形不定詞が使われつつ、はい、ドリンクミルクとあります。じゃあ、どうする？ A に、または A を B させる。はい、私の母は、私の母ちゃんだよ。母ちゃんが、はい、私にがいいね、ここはな。私に、はい、ドリンクミルク、はい、牛乳を、はい。で、これ過去形だから、やはり飲ませたというふうになってくればいいね。はい、私の母は私に、牛乳を飲ませた。で、なんていうふうな形になりました。また、似たような、似てないな。メイクが使われていることで、ね、文章として、はい、This song makes me cry。This song makes me cry。ね、やはり主語 This song。はい、そして今度は三単現の S についてます。現在形で make。はい、目的語 me。はい、そして、原形不定詞で、cry と使われています。はい、この歌は、はい、この歌は、This song。ね、この歌は、はい。ここは今度は私をにした方がいいかね。私を、はい、cry ってなんだ？ cry。cry？
明るい、違うな。泣くということだな。泣くということだな。はい。ですので、この歌は私を泣かせますとね。この歌は私を泣かせますとね。いうような感じで、えらい悲しい歌なんですね。ということでございました。ね。ということでですね、今日は言語否定詞、まあ2回目ということで、まあ前回のレッドに引き続きまして、今日はメイクというのを紹介してみましたよ。ということでございました。ね。まあ、現在形、過去形、特にこのレッドがね、過去で通らなくちゃいけないっていう場合が出てきますのでね、レッド、過去形が同じレッドなんですね、ということでございました。では、またね、やはりもうちょっとね、ここの部分をやっていく必要がありそうな気がしますが、まずどうなんだろうね、簡単に、レッド、メイクで使われているものを紹介してみました。では、また次回。